はい、順次です。では今回も、単発で、こちらの作品、ゆっくりこあまさん、前作ね、私プレイさせていただきましたけど、その2作品目となるこちらの I wanna be the happy with the trigger をやっていきたいと思います。でまずはリドミを読みましょう。このアイワナは初心者初級者向けの難易度にしてみました。ボス1体を倒した背景にエンドの文字が出るとクリアとなります。なので基本はボス1体で、難易度は初心者から、初級者と。でとある看板を読みに行くと、エクストラマップに行くワープが出ます。難易度は中級者であればクリアできる難易度にしました。エクストラボスを撃破後に通常ルートをクリアし、背景にクリアおめでとうの文字が出るとエクストラクリアとなります。あと隠しキャラを、2人用意しました。よかったら探してあげてください。どちらもアイテムが出ます、やり込み要素ですということなので、トリガーとありますから、罠が結構盛り込まれてる作品なんじゃないかなと、思うんですけどもね。ではゆっくりこあまさんの第2作品目を、ちょっと息抜きにね単発でやっていきたいと思います。よし、ではゆっくりしていってねということでやっていきましょう。データ1、ミディアムね。ほい、お、まだセーブ。どういう感じなのかな。ようこそアイワナの世界へ。あ、ちょっと待ってね、クリッククリック。ほい、まずはあなたに最初の試練を与えます。勇気を出して下に見えるワープに飛び込んでください。はい、わかりました。落ちることを恐れんな、行け。おお、今ちょっと危なかったね。そうは言ってもね、ジャンプすればよかった。あ、バグっちゃったよ、ちょっとちょっと。あ、よし、戻ってきました。もう一回読みます、どうやら失敗してしまったようですね、あなたにもう一度チャンスを与えましょう、今度こそ成功させてください。あれ、じゃあさっきの失敗いや違うよね、入ったよね。もう帰ります。ほい、あれ、最初失敗した扱いなのかな。ちょっとね、今最初入れてなかった気もしないでもないけど、また落ちてしまったのですか。あ、なるほどね、やっぱ最初ワープに入れてなかったんですね、また落ちてしまったのですが、わざと失敗して いるのなら怒りますよ。おお、面白いね。だけど私はあなたを信じて助け続けます。私の命が続く限り。これで入ると多分ステージに行くんでしょうね。あ、そうね。でもここでまた落ちると、お、いよいよやばいか。読みましょう。どうやらあなたを助けられるのはこれで最後になってしまうようですね。あなたと話をすることができて本当に良かった。あなたに神かっこ制作者の祝福を。ああ、祝福だ。地面ができて今度落ちなくなったぞ。いいね、いいですね。演出が面白い。あ、いけないのね、こっちね。左右はいけないかどうかだけじゃ、あ、看板消えちゃったね。ちょっと待ってね。看板はもうあれ消える仕様なのかな。ほい、あれ、あ、ここで落ちるとダメなんだ。ここで読むと、助けが来て地面が出ると。で、これはもうブルーン。あ、これ隠しアイテムかな。隠しアイテム？いやでもそうだよね、隠しキャラを2人だもんね。まあいっか、なんかアイテム取ったような音しましたね。行きましょう。ほい、とりあえず、うおー、いきなり罠発動。よし、ではガシガシ進んでいきましょう。で、最初これ落ちるの何なんだろう。この世界でトリガーを見つけるとあなたは幸せになれるはず。お、よくバグるな今回。ちょっともう一回読み直します。もし困難な道が好きならばトリガーを探すことをお勧めしません。あ、まあエクストラのことかな。別世界で使われていた罠も来てしまいます。あ、来ています。もし別の時間軸で知っているのなら、多分最初の1作目の罠が出てくるってことかな。この最初の、あ、取れないか。取れるかなと思ったけどそんなこともないかな。罠来る。読んだね。いいね、いいね。たまには読みがちするよ。お、あ、なんかさ、これ下ありそうじゃない？罠かい。ゆっくりこあまさん、やってくれるぜ。じゃあこれ罠か。これは罠？なんでこんなとこに来たの？なんでこんなとこに来たのって？それはわからないぜ。じゃあこれもうどうしようもないのね。よし、じゃあ上に上がってきましょう。ガンガン進んでいって、セーブが多めですからね。
本当に初心者向け。あ、どいてくれんのね。ほっ、あ、ここワンチャンで、あー、いや、なんだ、どっちも出てくれんのか。これ毒でしょ。ええ、ああそうだよね、びっくりした。今動く、あ、そこで毒のか。なるほどね。でもこれさ、どかずに行ったらなんかあるかな、ちょっと気になるね。やってみよっか、ここ。よし、あ、まあ何も、そこそこ。アイテムは特に、うく、まあすごくすごくシンプルでございますね。 OK、 ほい、ここからセーブ前は運命の分かれ道です。上と下どちらが正解でしょうか。正解を選べばさっき、前に進めます。あなたの信じた道を進んでください。前と、ちょっと待ってね、まあ、とりあえずセーブし、なんかもうちょっと先のこと言ってんのかなと思ったけど、そうじゃないですね。すぐそこの、この上下のことか。じゃあこっち、おお、危ない。またリンゴちゃん出てくるね。これ前作にもありましたね、このいきなりブルブルリンゴ。これ何、これなんか怪しくない？あー、やられたぜ。別に当たる必要ないもんね、これ。めっちゃ怪しいんだけど、まあでもいっか。あー、びっくりした。罠あるね。これも飛ぶ？飛ばない。これ、あ、おー、あー、また上下、こっちっぽいぞ。こっ、くっそ、うわー、ミスり続けてる。画面の前でニマニマしているゆっくりこわまさん、今度こそミスんない。次同じあの選択があったら、これ絶対こっち危ないよね。ああ、そうだよね、まあ、これはですよね。そしたらまあこっち、あっぶね。まあでも初心者向けですからね。今度は、おお、また2分の1か。ことごとく失敗してるからな。今度こそこっち。うそー、やってくれるぜ本当に。全問外してる。まあ1回目はちょっとしょうがないとしても、よし、さあ道を開けろ、ハリたちよ。キッド君が帰ってきたぜ。こっち、あ、しまった、しまった。あ、ほい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 と、まあ、雑になんだったのしね。こっちは安全装置を起動しました。何、安全装置を起動しました。安全装置を起動し、待って、安全装置を起動しました。罠が一つ安全になります。罠が一つ安全になります。なんか、なんか大晦日にやってるね、ガキの使いの、うん、なんか机のね、ネタの、あの机の引き出しネタの中のボタンみたいな感じですね。罠が一つ動かなくなったって、ほんと、うわ、びっくりす。押さずに行くとどうなんだろう。起動、あ、結局一緒か。あれ、起動、ここまで来てくれてありがとう。まさか下から来ませんでしたよね。まあ来れなかったよ。君が来てくれたお礼に下にワープを作っておきました。もしもノーセーブで来たなら簡単だね。家に帰るまでが遠足だよ。下にワープ、あ、できてる、本当だ。あー、あー、なるほどね。ノーセーブで来れれば、あー、わかりました。罠全部発動してきてるから帰りが楽ってことね。まあいいや、これ2周目にしましょう。よし、一回ちょっとリセットします。結局この安全、この安全装置とは一体何なのか、それを検証。なんで安全装置って、うさんくさいぞ、おい。これでここで出るんだよね、ワープ。あ、なるほど、とりあえず一つ分かった。でも安全装置は全然安全じゃないってことも分かった。これ、うっ、何か来たぜ、止まるなよと。分かりました。これは看板なんて読んで止まるんじゃねえぞ。止まらなければその先にセーブがきっと待ってるからさ。どうしてもダメならそこでセーブして、とにかく止まらずに走るんだ。止ま、オッケー、止まらずに走れ、走れ、来た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 、セーブしろ。オッケー、これでいいのか。よかったよかった。これは何だろう、待ってね、これは何、あ、時間差で来んのか。隠しアイテム、隠しキャラか。これは、あ、待って、避けるんだ、避けるんだ、多分これ、多分そうですね。避けて当たんないかな。よしよし、お、止まるなよと。そして、そして、な、あ、さ、ネタが豊富ね。例えば避けた上で撃つ、止まるなよってね。ザ
エンドってね。そしたらまあいっか、とりあえず行きましょう。ほい、え、来た。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ゆっくりしていって。来た来た来た。うなぎ、うなぎはいかがですか。うなぎはいかがですか。このシルエット誰だろうな。私将来はアイドルになるんです。うわ、マイク来た。私の歌を聴け。私の歌を聴け。私の歌東方のキャラ。あ、うわ、結構すごい特殊な弾幕ですね。でかいな。また届け銀河の果てまで。届け銀河の果てまで。あ、でも倒せそうだね。届け銀河の果てまで。また、しまった。これはまさかの、まさかの届いちゃった銀河まで。行くぞ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ゆっくりしていって。なんかありましたね、何かのパーマネンスだったっけな。いらっしゃいますみたいなボスいましたね。でかいぞリンゴ。うなぎは結構アイドルになるの。あの星ちょっとやばいね。ここでちょっと一回、あの初心者向けだからといってあまり油断はできない。私の歌を聴け。よしよしよし。あ、これは時期か、当時の時期狙いか。待って、あ、びっくりした。あれ当たり判定ないんだ。届け銀河の果てまで。なんだ、よかった。だったら終わり。ゆうこさん、え、待って、ゆうこ様には当たりたかったな。なんか起きるかな。結局ね、やり直してるというね。うん、やっぱり気になった。ゆうこ様が出てきたら、とりあえず弾打って当たってみましょう。何か起きるかもしれない。もう可愛いゆうこ様来ましたね。ゆうこさんは私は食べ何も起きなかったけど、これでよしと。めでたしめでたし。小浜さんの2作品目も面白いですね。センスがある、面白いね。そしてね、何よりもやりやすいね。初心者の方もぜひぜひやってみてください。あの3作目も出てますから、私もあの3作目もやろうと思いますけどもね。皆さんぜひやってみてください。ゆみこさん、私は食べ物じゃないですよ。食べ物じゃないですよって。はい、じゃあ取りましょう。ほい、これでいいのかな。出ましょう。ほい、おお、クリア。あ、これまた1作品目と一緒だね。クリアおめでとうございます。もしエクストラステージに挑戦したい場合は右上のリフトから上にどうぞ。なお、ここは自動セーブされています。おお、下はいけないと。よしよし、ではリフトに乗って上に行こう。これは透けちゃうんだよね。で、上に行って、よし、あ、来た。ここをノーセーブなんだけど、その下に出るってことは、そこからノーセーブだよね。トリガーを見つける。でもさ、どちらもアイテム出ますし、隠しキャラがちょっとわかんないな。エクストラにいるのかな。まあ、いっか。あ、しまった、忘れてた。この上の、その下のセーブまで取れるんだよね。よし、OK。で、ここで取って、こっからね。ここからセーブを取らずに行かないと、あのそこがイーブイになっちゃう。あ、しまった、あったか。これまたなんかあの帰りに罠が増えてそうで怖いんですけどね。大丈夫かな。ここあれ、あ、そうか、これどいてくれんだ。これで、そうだそうだ、しまったな、難しくしてきちゃったか。まあ、待って、これって、あ、いいのか。ほいほい、ほいほいと。で、こっちね。で、安全装置って起動した方がいいかな。帰りようかもしんないよね、もしかしたら。よし、これで OK。その下はなんか危ないから降りないようにして。降りてみる？ショートカット。あ、できる！いいね。そしたらこのまま下に。しまった、ここ解除してくれよかったな。まあいいや。うわー、やっぱりここ。そう、ここでトリガーが全部起動するから、すごくイージーになる。OK。で、あとはこれで、こっちね。で、安全装置を起動しました。この謎の安全安全になります。本当かな。あ、待って待って、これ安全、あ、ここか、ここのこと言ってたんだ。いや、この安全装置いらねえ。いらねえ。しまったな。まああの嬉しいんですけど、エクストラを使うにはちょっと、しまったな。なるほど、安全装置が安全でなくなる瞬間でしたね。まあ安全装置、名前は
合ってるんですけど、エクストラ向けじゃない。よし、まあいいや、行こう。面白いな、そういうところすごく面白い。ワン、ツー、よし、大丈夫、よし、いけるね、入るよ、ほい、セーブ取らして、よし、オッケー。